先月30日、地下鉄鶴舞線矢後駅でホームから男子中学生がふらついて転落しました。しかしホーム下の空間に逃げ込んだため、怪我をしたものの無事でした。また、この日の昼過ぎには平張駅で30代くらいの女性が電車と接触し死亡しました。 はい、こういったホームの転落事故を防ぐ一つの方法がホームドアですよね。どのような取り組みがあるのか深掘りしていきます。ではまず現状どのくらいホームドアが設置されているのか見ていこうと思います。はい。 二千十二年度では全体の六パーセントだったんですけれども、二千二十二年度は千六十駅と倍増しました。進んだんですね。はい。十、うん、万人以上が利用する大きな駅で見てみますと、百五十七駅と四分の三くらい設置されています。はい、こうしたことで、転落件数は二千十二年に比べて。 1000件ほど減少したということなんです効果はあったんですね、うんはい、で国交省は2025年度までに設置済みのホームを全国で3000カ所で利用者が10万人以上の駅では800カ所に増やしていきたいという方針ですが目標には達していないのが現状ですでもなぜ達することができないのかその理由を元東京メトロ社員で 戦時下の地下鉄などの著書がある鉄道ジャーナリスト枝久保達也さんに伺いました。まあいくつも要因があるということですが、キーワードは三つです。うん、バラバラ、重い、高い。<う>これは一体どういうことなのでしょうか。JR、まあ名鉄、近鉄はまあ非常にその。 運行区間が長い路線が多いですしまあ、その中で普通の通勤用の電車も来れば特急も来たりとか、えー、いろんな車両が来たりするわけで対応しなければならない要素がまあ、かなり多いと通勤型と特急車両はもちろんのことドアの数や間隔が微妙に異なったり車両の数が違ったり他社との総合運転をしたりしていて ホームドアの端っこの上に乗っけるわけですけど、当然、ホームドアの重量を支えるホームの強度が必要なので一般的なホームドアは、扉と戸袋一つで500キロから600キロもあります。地下鉄は 鉄筋コンクリート製で強度があり、問題ありませんが。古い駅とか、それこそブロックで積み上げてした土みたいな駅も。ホーム側の駅側の改修強化が必要なところも、あの、あると思います。古いホームでは、杭を深く打ち込んで補強する必要があり。費用も工期も、より大きく長くなってしまうのです。 普通に100億、200億とか、どこまで回収するかによりますけど、条件が良くてもそれなりの金額はかかりますね枝久保さんによると、ホームドアは1駅設置して数億円、全駅設置すると数百億円の規模になるといいます。加ええて扉がバラバララの車車両を揃るるとなるとな電車は大体1編成で でもう10億、20億するので、で通勤路線だと、それが40本とか、30本、40本を保有しなきゃいけないんで、20億か3 0本十と600億円とか、駅をまあ補強するとなれば、それなりにさらにかかりますんで、もう1000億とか見えてきちゃう、まあ、一番極端な例ですけどねこうした中、各鉄道会社は2021年から始まった、 バリリアフリー料金制度というものを使って運賃に10円とか上乗せして、そのお金を貯めて、えー、バリアフリーの部分だけに使いましょうと、もうホームドアっていうのは、今後はもう必要な設備、つけなければいけない設備っていう方向には来ていると思います。 はい、このようにさまざまなケースがあって設置が進みにくいという状況ですがでは東海地方は今どうなっているんでしょうか各社の現状がどうなのか聞いてみました。まず JR 東海です ホームドアは在来線金山駅や新幹線ののぞみの停車駅などに設置されていますそして先月在来線名古屋駅6番線に新たに設置されました今後2030年までに名古屋駅金山駅の別のホームさらには刈谷、千チ大曽根にも新設予定ということですまたホーム柵だけではなく視覚障害者向けの 内包線付き天井ブロックでしたり転落検知マットさらには警備員の配置などもう様々な対策で安全性を向上させています総合的に安全性を高めよう、はい、ということですね,そうですねこちらが JR 東海ですが、うんはい、では続いて名鉄見ていきます 名鉄は,は電車の長さや扉の数がバラバラでかつホームの構造や強度面もあって難航しているということなんですが10万人以上が利用する金山駅と名鉄名古屋駅での設置を計画・検討しているということでした。 続いて近鉄です近鉄は大阪阿部野橋駅に設置されていますで、この駅は比較的同じ種類の車両が走っているため導入したものの特急や通勤電車など車両の種類がバラバラでさらにホームが狭いなどの駅の構造の問題もあって難しい面もあるということでした、はい、では続いて名古屋市営地下鉄ですがこちらです市営地下鉄は鶴舞線を除く 79駅に設置されているということでした。進んでますはい 設置率が88%とというこでですす進んでますねホームドア設置前の名城線は、うん、2019年に転落事故が16件あったということなんですが2021年、全駅で設置されてからゼロになったということなんですね。うん、これはもうかなりの効果がありましたよね,ね、はいで現在鶴舞線だけがホームドアがないということなんですけれどもなぜ、鶴舞線だけなのか理由がこちらです。 名鉄が相互乗り入れを行っているからということでした従来のホームドアを開け閉めするシステムは車両と駅のホームにそれぞれ設備を搭載して行いますそうなると名鉄の車両にも手を加えないといけないということで協力が不可欠でした ただ技術が進んでホームのシステムを整備するだけで車両にシステムを搭載しなくてもホームドアを運用できるようになりました。まあすると名鉄も合算印を出して2026年のアジア大会までの完成を目指して進めているということでした。よかった、これは進んだんですね。そうですね。で、枝川さんによりますと相互乗り入れの問題は全国至る所であるということなんです。で、東京で成功例があるということでした。で、それが。 都営地下鉄の浅草線です複数の施設と相互直通運転をしている中で開発したものがありますこちらです、うん、列車のドア窓についたコ QR コード QR コードスマホでペッと、はい、読み取ったりしますねすこのコードを開発しました<え>でこちらはホームに天井からこの QR コードを読み取ることができるカメラを設置してこのカメラで読み取っているということなんですね このカメラで QR コードを読み取ると車両の数やドアの数といった情報がホームに伝わって必要な扉だけを開くことができるといったここうういいシシスステテムムを作ったんでですす賢れ画期的なシステムですよね従来の方式ですと車両の回収費用がなんと20億円かかるはずだったんですがこのシステムで。 270万円ほどに抑えることができました。桁違ってない。いね、これは桁違ってない。びっくりなんですけど、はい、予算の740分の1なんです,です、ねはあ。革命的ですね。あとあの関西の JR なんかはね、はい、あのこんなフェンス型のあの網みたいのが、ロープみたいな、ちょっとあのビヨーンとしてる感じですよね。あれだとあの。 全ドアじゃなくて全体がかかっちゃうわけですけど、はいはい、少なくともドーンっとぶつからない限りは転落しないんですよね。いろいろ安上がりさせる方法もあるんじゃないかと思うんですね、うんはい、でこの QR コードは電装が開発しました、うん、もう東海地方が誇るシステムということなんですけれども。はい あのシステムの共同開発した電装ウェーブはホームでの安全性向上という社会課題の解決策の一つになっていると認識しているということでしたさらに枝久保さんは QR コード式のように車両と連動する装置が必要なくなれば 車両の回収費用は大幅に低減し旧式で改造が難しい車両でも対応できるようになるのでホームドアの設置がより進むのではというふうに話していますやっぱり、ね、鉄道会社は今、経営が大変だなんてこと言われてますけれどもなかなか、ね、安全が第一と言いながらかけるお金もないところでこの方すすごいですね,すいですねやっぱりあのお客さんの協力も、ね、あのあ<ー>必要だと思うんですね。はい 例えばあの両側にこうホームがあるところでいいですけども、はい、いわゆる島型のホームがあるわけですよね。はい、でこの島の両方線路がある。あれはあの盲人の方はものすごく怖いんですよね。<ー>そこはやっぱりあのホームドアがついてないとどうかってわからないと。それとあと新幹線なんかは駅のアナウンスが必ずあの黄色い展示ブロックの後ろに下がってくださいと言うんですけど、はいはい、今あの外国人のお客さん多いんでみんな新幹線を スマホで撮ろうとして、どうにも前って、ものすごいすアナウンスで下がってください、下がってくださいって言ってるんですけどね、はい、やっぱりそこは皆さんあの、お客さんも協力していかないと、防止なならないと思うんですね、うん、そういったシステムだけに頼るのではなくて、やはりみんながそういう気持ちを持って行動するということも大事ですし。で,すね、でもまあ ここまで不可能じゃないかなんていうふうに思われてたことがこの Q R コードで解決していくですね。ですね。うん、なんだかこうあの未来に希望が持ててくるというか、そんな感じがしますね。まあ公共交通機関ますます重要性が増してくるでしょうから。で何億使ったところはえ270万でできたのか <laughs> <laughs> 思ってるかもしれないですね。はい、はい。えー、それぞれの技術の発達として会社の努力ね素晴らしいですよね。はい